時計台バス株式会社は、北海道札幌市白石区に本社を置き、バス事業を行う企業。室蘭市に本社を置く道南バスは、札幌市に営業所を設置していたが、札幌での貸切バス受注体制確率のため、既存業者との提携を模索しており、札幌でホテル事業やバス事業を運営していた布施観光と協議が行われた。 伏せ観光は1984年6月にバス事業を伏せ観光バス株式会社として分離独立させ道南バスと資本業務提携を行うと同時に役員と営業社員を受け入れた。同年12月に称号を時計台バス株式会社に変更した。社名は札幌のシンボルとも言える札幌市時計台から取った。通常は札幌運輸支局管内及び トマコマイ市での発着が認められているが、貸切バス事業者安全性評価認定制度による有料事業者に限定した営業区域の弾力的な運用により、北海道全域となっている。2019年12月26日から2021年3月22日現在では、貸切バス事業者安全性評価認定委員会において3つ星の認定を受けている。車体は、 同ナンバスの色違いで、円磁色を基調に、側面中央に、白の太い線が一本入る。そこには、時計台のエトローマ字で社名が書かれている。大型車27台、中型車2台、小型車2台を保有。大型車、中型車は、日の自動車製のセレガ、小型車は、日の自動車製のリエッセに。ありがとうございます。